この番組リストでは M1MacMini を使って仮想通貨のマイニングの効率的なやり方について研究してみたいと思いますビットコインをはじめ草コインとも呼ばれるマイナー通貨の将来性や運用コストなどそういった暗号通貨全般に関する情報も配信いたします MacMini はマイニングの合間にサーバーとしての運用も考えておりますながら運用として Python による仮想通貨の自動売買なども随時報告させていただければと思います 書籍やホームページでプログラミングに関する情報発信も別途行っておりますのでこちらもよろしくお願いいたしますはい、えー、本日はですねクローンの使い方について少し、えー、学んでみたいと思います これは M−1 マックミニ使ってる方こちらの番組見てる方多いと思うんですけどやはりですねマックミニね、えーまあ、使うんであれば、まあ、裏仕事させたいいっていうようなところありますよねで結構あの、まあ、常時結構つけっぱなしにしてこう置いてたりするようなところもあったりもするんで m 1はですね、まあ、とにかくあの電力の消費が節約できるっていうようなところで、まあ、の結構今有力視されてるアップル端末でありますけど、まあ、そういうふうにこうね。 常にこうオンにしてるんであればもう何かしらね裏仕事をさせる、まあ、それをこうやらせるにあたってこのクローンっていうのが結構使えるんですねはいでまあ本番組ではです,ですねあのマイニングに関してのお話もさせていただいてるんですけど、まあ、マイニングをあの、ねえー、させるっていうのもまあ一つまあ手ではあるんですがただですね日本はでね電力消費が、えーまあ、電気代がね高いんですよなので、えー、あんまマイニングには向いてないのかなというようなところもあってですねまあそうになっ ところからこ、えー、このクローン、えー、こちらでね、例えばあの寝てる間に、まあ、どっかのね、あのまあ、サイトに行ってダウンロードしてもらったりだとか、それから、まあ、なんかね、スクリーンショット撮ってきてもらうだとか、情報収集してもらうとか、そういうようなところを、えーまあのまあ、タイマーみたいなものなんですね。まあ、何かの仕事をタイマー仕掛けで、えー、させるような、えー、類のもの。まあ、これはあのクローンっていうんですけどね。クローン知らない方はですね、えー、こちらで Google 検索とかしてもらったら出てくると思いますんでね。 でえー、前回の動画に続いてなんですけど。 前回のブレイブブラウザーでいろいろウェブサーフィンしてるとあの仮想通貨がもらえるっていうサービスを見つけましてねでそれをえもしかしたらクローンで寝てる間とかに作動させてたらこの仮想通貨稼げるんじゃないかなみたいなそういうような疑惑出てきたんでねでその辺クローンで動かしてみたらどうなるかっていうようなところをまあ今回ちょっと見ていきたいと思いますでまず最初にですねこのクローンの設定方法ですねえまあ,あの M1Mac mini に限らず、Apple 端末、Apple PC、Mac とか、その辺 MacOS だったらもう全般にこう設定は同じなんでね、えー、Mac mini 持ってない方でも一つ参考にな,りなると思いますんで、えー、この辺見ていただければと思います。で、まずはですね、えー、こちらのセキュリティと、えー、プライバシーですね、えー、こちらの環境設定とかで、えー、左上の方にあるの Apple ボタンを押してもらうとここ出てくるんですけど、 えー、そちらの方から、えー、こちらのセッティングしてでここのあのフルディスクアスクセスっていうようなところをこう選びます。でこの南京錠を外していただいてその際にはあの パスワード入力する必要があるんですけどそうするとあのここら辺にこういろいろ追加することができるんですねでまず Mac でクローンを使うにはですねこのプライバシーのところでアクセス権限とかねその辺の類のものをこちらにこう追加する必要があります、まあ、のこのクローン以外にもターミナル全般も権限を与えておいた方がね あの何かこう運用したい時とか自動でね何かロボにやらせるとかそういったようなことをさせたいっていうんだったらあの権限は解いておいてもいいんじゃないかなと思います。はい、で、えー、この辺の設定の仕方なんですけど、えー、こちらの設定なんですが、えーえー、このクローンを見つけるのがちょっと難しいんですね。で、えー、まあどういうふうにしたらいいのかっていうような設定なんですけどまずこのプラスボタンを押してからですね、えー、コマンド、えー、シフト、えー、それから G。 このショートトカットを、えー、押しますそうするとですね、えー、あのファインダーが、えー、少し切り替わってこのようなね、えー、場所を、えー、パスをこう直書きして、えー、移動できるようにこうなるんですねはいこれは結構便利なんで、えー、ここでまず打っていただきたいのが、えー、USRSBINCRON っていうような感じですねこれでこう移動っていうような えー、そういうようよなボタンをこう押します、えー、そうするとですね、えー、そのディレクトリまでこうジャンプしてもらえるんで、えー、この中でこのクローンっていうのを見つけてこの開くっていうようなボタンを押してもらいますそうすると、えー、この、えー、やってますこのクローンがこう追加されることになりますんでね、えー、これであの、えー、Mac で自動でこうクローンをこう使うっていうようなことができますんで、まあ、後にこうタイマータイマー仕掛けであのプログラミングの,あの実行ファイルとかそういったものを動かせるようになりますんでね、えー、このやり方一つ覚えておいて下さい。はい で、えー、晴れてこのクローンが使えるようになったらなんですけど、えー、クローンの書き方について簡単に今回ちょっとご説明させていただきたいと思います、まあ、こちらの書き方とかに関してはですね私の,あのベッドのラズベリーパイのシリーズとかでも結構あの、えーまあ、この辺ちょっと言わせていただいているところがあるんですお伝えさせていただいているところがあるんですが若干ね Mac ミニとそれからあのラズベリーパイでは えーまあ、パスの場所とかそういったものがちょっと違ったりするんでね、えー、なのでその辺はあの見比べていただければと思うんですけど、えーまあ、ただあの基本的なあのコマンドとかは大体一緒ですね、まあ、Linux ベースでこう作られたあのターミナルでありますんでね、はい、で <laughs> まずですね、えー、Chrome タブであの、えーまあ、の実行ファイル じの時間帯とかそういうのをこう設定するための入力に関してはね、このコマンドを一つ覚えててください。クローンタブのマイナス E っていったものをこう使います。で、このマイナス E ですね。これはですね、結構打ち間違えると大変になるのがなマイナス、確か D だったかな。これ打ち間違えるとですね、 あのクローンタブで設定したファイルがこう消えてしまったりするようなとこがあるんで必ずこの、ね、E は気をつけてくださいねこの。結構内間違いじゃったりするんですよね。で結構 D とか E とかって結構キーが、ね、近い位置にあったりするんで、まあ、その辺結構混乱しちゃったりするようなとこがあるんですけど、まあ、とにかくですね、えー、このクローンタブの E で、えー、編集するようにしてください。で、えー、初回ね MacMini でこちらの、えー、やった時って、えー、編集のテキストエディターがね VI が起動するんですね。VI。はいで VI はですね、ものすごい書きにくいんですよ。で私、ものすごい嫌いです。この VI とかね。VI が起動しちゃって、えー、まあ,あの何言っていいか分かんなくなった時なんですけど、VI のね、あのここではあの閉じ方だけを教えていただ、えー、お伝えさせていただきたいと思います、まあ。とにかくですね、エスケープキーを押しまくって、これを入力してください。はい ここででコロンの、Q、のびっくりマークですね、はい、そうするとあの VI が閉じますんで,、はい、で初期設定テキストエディターでこう VI 間違って起動しちゃった時っその閉じ方とかもね結構ねめんどくさかったりするんでその辺あのえ困っちゃったりするとこあるんですけど VI 間違えて起動しちゃった時はあのこれ打ちましょうということだけちょっと覚えておいてください私の番組ではですね VI は使いません、まあ、使いにくいんでね VI とかね、結構好きな方がいるかもしれないんですけど、それ使うならね、こっちでしょって感じですよね。あの、Mac mini とかだったらもう、あの標準で入ってるんで、この n o を使うようにして Nano の方が全然、あの、テキストエディター書くの書きやすいんでね。はい。で、まあ、テキストエディターなんですけど、あの、こう、CUI 操作で、 え何かね、あのテキストとかこう、えー、書いたりするような類いのものなんですけどね。で、クローンタブの時刻とかその辺の,あの設定の仕方とかは、のでなるべく操作した方がいいです。で、まあ、個人的に好きなのがですね、えー、まあコントロールと K だったかな。えー、で、1行削除するコマンドがあるんですけど、あれがね、クローンタブと結構相性が良かったりするんでね、結構私も使ったりしてるんですけど、はい、コントロール、コマンドだった、コントロール、確か、コントロールと K だった、ね。はい そうですね、まあこれあのおすすめなののコマンドなんでちょっと覚えておいてください一行削除ねまあ,あの正確には一行あのカットなんですよねあの切り取りみたいな感じなんですけどねはいまあ私は大体一行削除の時に結構使ったりしてるようなコマンドなんですけど何を使う時に、ね。 で、えー、ナノを標準のエディターに、えー、設定するにはですね、これを打ちます。エクスポートでエディターイコールナノっていうのをやると、まあ、の初期の状態だと、MacMini 初期の状態だと VI がテキストエディターで起動するんですけど、これを一行打っておくだけでですね、えー、こちらの、の、えーまあ、ナノがあの標準でこう起動するようになりますんでね。はい、でナノが標準でこう起動しますと、こんなような感じになります。はい で、えこういこうナノってこう出てると思うんですけどね。はい、で、ここでこうテキストを、えー、書いたりします。で、えー、っとですね、まあ、ナノの閉じ方ではですね、えー、っとですね、えー、コントロールと、えー、それから X ですね。はい、コントロールと X。はい、で、これでエグ,エグジットの、えー、方になりますんでね。はい、それであのー、えー まあ保存しますからどうですかみたいなのが出るんでまあそれで y e s エスの選択してもらって閉じたりします。はい、でいで、えー、ナノの使い方の基本的な操作とかそのショートカットとかまあこの辺にこうよく書いてあるんでね、はい、この辺ちょっと見てもらえたと思います。でまずなんですけど <laughs>。 まあこんな感じでクローンタブにこういろいろ書き込む前になんで、ちょっとおすすめな Linux のクローンタブの実験用に結構使えるコマンドを一つちょっと紹介させていただきたいと思います。それがですね、これなんですね。はいえーデイト。デイトって打って、そちそちらをえまあテキストに、ほにゃららテキストにえ書き込むやつなんですね。はい まあこれどういうことかっていうとですね、今の現在時刻を、こちらのテキスト名のところにえ書き込みますっていうようなコマンドがこの1行なんですね。で、あの、クローンがちゃんと動いてるかどうかとかの実験とかに結構使えるコマンドなんで、これちょっと一つ置いといてもらえたらと思います。で、これ、クローンで書く場合なんですけど、 えこちらの絶対パスでこう書くくようにしてくださいね、はい、チルダホームディレクトリからえこうたどってって、えーまああのまあ、この辺の中間のところはあの自分の好きなあのフォルダとかその辺まああの適当にえ書き換えていただいていいんですけど、まあ、この辺あのご自身の環境に合わせてこのパスはしていただいて最後のホニャララドットテキストのこれが、えー、まこの,あのテキストのファイル名になりますね。はい で、これを実行するとどういうことが起こるかというようなところなんですけど、その所定のディレクトリの場所ですね、ここにこんなようなあのテキストがこう出来上がりまして、これは CUI でテキストが書けるみたいなところですね。で、そのテキストの中身にこう時刻がこう書き込まれてるみたいなところなんですね。現在時刻がこういうふうにこう出るようなコマンドです。はい、で, <laughs> で、ここのマークをですね、えー、こう、えー、2つの、えー 逆くの字みたいな感じのマークにこうするとですね、今度はこれはあの追記モードなんですね、追記。はい追記してくれます。先ほどの1個のこの逆くの字だと、上書きみたいなそういうような意味があるんです。まあこれね、使い方結構怖いんでね、あの間違ってね、ファイル消しちゃったりする類のものなんで、あの書く場合はあのものすごく気をつけていただきたいんですけどね。で、こっちの方はあの追記になります、は。い で今書いてあるファイルに対して、えー、さらにこうその下の方に、えー、追記していくみたいな感じですねこれを、えー、また続けざまこれをこう実行すると、えー、どういうふうになるかっていうようなところなんですけど、えー、その先ほどの時刻の下に、えー、もう一をこういうのが出来上がって、えー、今現在の時刻を、えー、どんどん追記していってくれるような感じになります、はい、でこのコマンドをです、ね、まずローンタブで実行してみたいと思います、はい で実際あのクローンタブに書き込むのはですねこの1行になります、はい、でここでどういうことが書かれてるかっていうようなところなんですけどここはあの先ほど言ったところのコマンドですねこのクローンっていうテキストに現在時刻を追記するっていうようなコマンドがここにこう書かれてるわけなんですけどクローンタブを書く上でですね一番重要なのはですね一番先頭のこのね米印があの書いてあるようなこの箇所なんですねはい でこの詳細な説明はですねクローンタブ書き方とかそういうんで検索してもらうとこう出てくるんでぜひあのその辺で見てもらいたいと思うんですけどえまあ本日ちょっとあのこの辺ちょっと覚えていただきたいのがこの最初の、ね、星,星印がほにゃららって書いてあるとこはですね時間をえ意味します時間はいこれはまあどういうことかっていうとなんですけどえクローンが 実行される時間帯ですねそれをこの先頭の文字で指定してるっていうような感じになります。まあ、どういうことかっていうとここにね書かれてるのが現在時刻をこのテキストに書き追記するっていうコマンドを、まあ、所定のこ,のここで指定した時間帯に実行してくださいっていうような書き方になるんですね。で一番最初のこの米印はですね「ふを指しますで。その次が時間帯 にこうなるんですね、はいでえーまあ、その次がこう日時とかそういうような感じなんですけど日時と、えー、月と曜日だったかな、はい、そんなような感じなんですけどね、はいまあ、その辺はですねあの詳しく Google 検索ですぐ出,出てくると思うんですねで一番最初のここの「ふなんですけどこの「ふん」の箇所、えー、最初のアスタリスクのこの箇所ですねこれを、えー、この米印割る っていう風に感じですねでこれがどういう意味かっていうと1分ごとに実行しますっていうような意味なんですよ。はい、1分ごとに、えー、このここに書かれてる、えー、このコマンドが実行されますっていうような意味なんですね。はい、これよく間違えちゃうのが、えー、こ米割る1じゃなくてここね1にしちゃうとどういうことが起こるっていうと、えー、それはあの、えー、毎,毎分例えばの、えー、5時1分に実行。 それから6時1分に実行7時1分に実行みたいな感じなんで結局どういうことかっていうと1時間ごとに実行っていうような意味になっちゃうんですねこれはいでちなみに1例えば17時で米米みたいなそういうような書き方にすると え17時1分毎日17時1分にだけ実行するみたいなそんなようなこう意味合いになるんですはいなので、えー、ここね、えー、1分ごとにこう実行させたいっていうような時はですね、えーまあ、これをこう使います、まあ、あの実験とかでなんかね いろいろクローンタブの動きちょっと確認したいっていうような時はまあこの書き方が一番あの短時間でいろいろ動き見れるんでまあこの書き方は結構推奨させていただいてるんですけどまあちょっとあの文字入れば何秒ごとにこう作動させるっていうようなこともできなくもはないんですけどちょっと書き方が難しいんでねまあ1分ごとぐらいでまああの実験用でこう確認するんだったらまあそれでいいんじゃないかなというような感じでえこれをまずちょっと使いますでえクローンタブにそちらのコマンドをこう書き込んで <laughs> で、えー、これをちょっと実行させてみ見るわけなんですけど、まあ、それでこう実行させるとどうなるかっていうようなとこなんですね。でロンタブにこの1行をこう書き込んで保存します。 そうすると、あの、Mac がですね、1分ごとに、どんどんこう追記していくような感じになります。で、書体がですね、クローンタブで実行させると、ちょっと英語っぽいような表記になるみたいなんですね。まあ、これは、あの、コーナチュアは何でかちょっとよくわかんないんですけど、ああとにかく、現在時刻が取れていて、1分ごとにこうどんどんこう追記していくっていうのが、あの、わかると思いますんで、テキストにね。 えー、まあ、一つちょっとこの辺をちょっととお試しいいただければと思います、まあ、こういうことでまあ、かれこれあのクロ黒のが正確にえ正常にマックミニでこう動いてるっていうようなことが、えー、確認できましたんで、えー、これからあのいよいよ、えー、ブラウザブレイブブラウザーの方をですね、えー、クローンで動かしてみたいと思いますまあ、これで仮想通か稼げるかどうかっていうようなところのまあ、検証なんですけどね。はい で、これ、こちらのスクリプト、Python のスクリプトに関してはですね、まあ、ちょうどあの前回の動画で、えー、上げさせてもらったところがあるんで、この辺のちょっと説明を知りたいという方はですね、前回の動画の方をちょっと見ていただければと思うんですけど、まあ、要するにですね、まあ、何,何が言うかっていうと、えー、この Python スクリプトによって、まあ、セレニウムをこう利用して、自動でですね、ブレイブブラウザーを、えー 起動させるっていうような、えー、そうううよよなコマンドがこちらになそコ最後のね、えー、こちらも私の、えー、こちらのホームページの方をちょっと入れさせていただいてますけど、まあ、それがこう、えー、起動させるというような、まあ、ほんのこの数字でね、えー、ロボによってブラウザを自動起動させるみたいなことができるんですけどね。はい、それを えー、クローンで、えー、実行してみたいいと思いますで一つあのちょっと言い忘れましたがあのクローンでね何かこうエラーがあった時に、えー、吐き出させる方法っていうのがあるんですねはいそれをまあどうしたらいいのかっていうと、えー、この、えー、実行させたいコマンドの末尾に、えー、2の逆の字に、えー、なんかあのファイル名ドットテキストっていう こう書くんですねでそうするとどういうことがこう起こるかというと何かエラーがあった場合そのログがですねホームディレクトリーに吐き出されます。ホームディレクトリーにえこのファイル名で、えーかえー、吐き出されるというような、えー、そういうような感じになるんですね。で、あのーまあ、クローンねまだあの書いてちょっと間もない方だったらこれちょっと入れといた方がいいですね。いや自分の記述のどこでこう間違いが起きたのかとかそういったものが、えー、これを末尾に入れておくと確認しやすいんでね。はい ので、これちょっと一つ覚えておいてください。で、試しにこのコマンドをちょっと実行してみたいと思うんですけど、これでどうなるで、エラーコードがどういうふうにこう、は出されるかっていうようなとこなんですけど、で、実際ですね、このホームディレクトリに、この、クロンエラードットテクストっていうのが、こんな感じにポ,ンポツンとこうできるんですね。はい。で、これをこう見てみると、 えーまあ、のチャットコマンドとかでね、こう見てもらったら、えー、出ると思うんですけど、エラーがですね、こんなような感じでこう、えー、出てます、ね、パーミッションデナイドみたいな感じでこう出てます。まあ、これどういうことかっていうとですね、まあ、単にね、ク、え、ローンで、えーまあ、ここにこう書いたんですけど、えー、どうやらですねこの、えー、このファイルが実行ファイルとして実行されようとしているような書き方になっちゃってですね。はい、でこちらを 本来だったら、あのこれ Python ファイルなんで、実行させるにはですね、Python の3って書いて、ほにゃらら .py っていうのを書かなければいけないのに、これを書き忘れちゃってるようなパターンなんですね、今、実行されちゃってるのはい。 なので、Python3 で指定し,してるわけじゃないんで、いきなりこれが書かれちゃってるんで、この、ここに書かれて,かれているこのファイルが、実行ファイルとして、これあのクローンがちょっと認識しちゃってるもんで、それでこのようなエラーが落ちちゃってるわけなんですね。はい。なので <laughs>、まあ、あのちゃんと Python3 ちょっと書き直しましょうっていうようなとこですね。実際ね、あのこの Python ファイルなんですけど、実行ファイルじゃないんでね、あの単なるファイル。Python がこれ、読み込むためのファイルなんでね、えー、こちらの エ s スコマンドのマイナス L で見てもらうと、X の実行権限がないと思うんですけどね。ちなみに、あの、実行権限がある類のものはですね、こういうふうな、この X とか書いてある類のものですね。はい。で、ちなみに、これをじゃあどういうふうに書き直したらいいのかっていうと、こんな感じになります。時間を指定して、Python3 って書いて、で、それの Python3 が実行するこのファイルですね。それを指定して、で、こう、こう書くと。 そうすると1分ごとにこの Python ファイル、えー、この Brave ブ,ブ,ブラウザを起動する、えー、実行ファイルが、えーまあ、の実行されるというようなところですね。はい、で、あの無事にあの、えー、こちら、えー、クローンによって Brave、えー、ブ,ブ,ブラウザ、えー、こちら自動起動させることにこう成功しました、はい。ただなんですけど、 えこちらねいろいろちょっと実験してみたんですけどちょっと悲しいお知らせというかまあ当初期待していたとおりにこうブレイブブラウザーでは仮想通貨のクローンではちょっとこのままだと稼げないかなというようなところが出てそういったことがちょっと分かってしま,ししまいました、まあ、これであのまあ2分目にえまあどういうことが起こるかっていうようなところとかもちょっとお話しさせていただきますのでまあ自動でこう起動するわけなんですけどあの 1一個クローンで実行させるたびに、ま、あの全く新しいこうブラウザとして、えー、この,、ね、あのトークンがこうリセットされちゃうんですよね。はい、なので、えー、結局、0になっちゃうんです。で1分ごとにこうどんどんこうね新しいブラウザが起動して、まあ、それ、各ブラウザごとに0なんですね、0。はい でこれはまあどういうことが起きてるのかっていうようなところなんですけどそうなんですここにねブレイブブラザーが1分ごとに固定してるんでどん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 こうライオンのマークでできたってるのが分かります通りあり。 えー、全く別なので、えー、ちょっとこれで仮想通貨をこう稼ぐのはちょっと難しいのかなというようなところとまあねなんかねもう少しねチャレンジしてみたいんですけど同じねこの新しいこのブラウザーとして起動させない方法とかってなんかねクローンとかでないかなってちょっと調べてみようかなというようなところもまあ今ちょっと考えてたりもするようなとこあるんですけどね、まあ、とにかくですね あのこれだと、えー、クローンによって新しくねブラウザがこう起動するとまたゼロトークになっちゃうんでねちょっと過疎か稼ぐのは厳しいかなというような感じです。はいまあ、のこちらいろいろ実験するような番組でもありますんであのこういうやり方はやっぱダメですよっていうのはもう報告するのもまあ一つの、えーまあ、義務かなとは思いつつあともう一つですねあのマックミンで使えるコマンドだとかそういった えー、裏技サーバーとしての,、えー、なんかの役立て方とかそういったものもいろいろ解説したいと思います。それからですね、このクローンはですね、何もあの仮想通貨を稼ぐことだけ以外にもものすごく結構使えたりするんで、先ほど言いました、何、えー、かね、 寝てる間にどっかのサイトからダウンロードさせ,てさせたいだとか何、えー、かあのどっかのスクショを取りたいだとかそれからあのツイッターの自動投稿だとかそういったのも結構できますのう私の、ね、ツイッターとかも、えー、クローンによって、えー、あの投げさせてる部分もこう一部あったりするんですけどね、まあ、のまあそちらちょっと余談ですが、まあ、とにかくあのクローンはですいろんな使い方ができるんでね知っといて損はないんでね。はいでえークローン えこちらブレイによっていっぱいこう起動しちゃったものを一括でえこう閉じる方法を最後にじゃあお伝えさせていただきたいと思います。これねいっぱいこうブラウザーができちゃうんでねこれ1分ごとに実行させてるとくと、まあ、大変なことには、ね、ライオンマークいっぱいできちゃってるんでね。でこの時にこう、えー、おすすめなコマンドなんですけど、えー、まずあの、まあ、クローンとかで間違っていろんなものをこう起動しちゃったかどうかの確認としてはあのコットップっていうコマンド結構やべ出します、ね今ベースでまあの どの、えーまあ、ブラウザーとかどのタスクが、まあ、メモリ食ってるかとかそういったものをこう確認したりする、えー、ものなんですけどここにねブレイブブラウズとか結構いっぱいでき,できてますよねこの辺がこう、はいまあ、こういうような異常なものとかをこう見つけるのにも結構役立ったりするようなものなんですけどトップって打ちますでこれの止め方は、ね、コントロールとそれから C で止めることができますでえー、っと あのいっぱいこう立ち上がったあのブレイブブラ,ウブラウザー一発で閉じる方法はですね、この p 切るっていうようなコマンドを使います。p 切 l で、で、ブレイブで、ここは注意が必要なのはですね、ブレイブブラウザーはあの真ん中にあのスペースがあるんですよね。なので、ブレイブのこちらの、えっ、ー、と、えー、これ何でしたっけな、逆スラッシュって言ったらいいんですかね。はいえー、で、えー、スペース開けて、ブラウズ。 まさにこの書き方なんですけど、ね、P キル」でこういうふうにこう書いてくださいっていうのがあるこ,とですあこれバックスラッシュですね今ド忘れしちゃったんですけどバックスラッシュバックスラッシュはですねその直後の1文字を、えーあのまあ、普通の文字として認識させるような意味合いがあるんですね。なので、えー、このプログラミングコマンド的なスペースとは違うスペースなんですよというような意味合い それを持たせるためにここにバックスラッシュを入れる必要があるんですね。これはですね、あのブレイブブラウザーに限らず、えーあの、他にもなんかのアプリ名で真ん中にこうスペースとかある類のものに結構使えたりするものなんでね、このコマンドの書き方は一つちょっと覚えておいてください。で、これの一行を打っていただくと、えー、立ち上がったブレイブブラウザー、それをすべて一発でこう閉じることができます。はい。この P キルコマンドですね。はい。 まあ,あのそんな感じで本日は以上になります今後ともよろしくお願いいたします番組を気に入っていただけましたらいいねボタンまたはチャンネル登録のほどお願いいたします本番組ではプログラミングの基本やアプリの作り方などを合わせて解説させていただいているところもあります詳しくは YouTube の説明欄をご覧ください将来 自分でサーバーを運用してみたいと思う方はそのノウハウなどもホームページに掲載しておりますのでこちらもよろしくお願いいたします。